はいどうもこんにちは。この動画ではモーショングラフィックスやアニメーション、VFX や CG で動きをつける際に知っておくと役に立つ考え方を10種類ほどご紹介していきます。映像内で動きをつける際に今回の動画をチェックリストとして使ってみると何かしらアイデアが浮かぶかもしれませんね。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。1、重さ。まずはシェイプがどれくらいの重さがあるのかをイメージしてみると動かし方のヒントになるかもしれません。重いシェイプの場合はあまり弾まず、軽いシェイプだったら簡単に弾みます。軽いイメージか重いイメージか考えてみるといいかもしれませんね。2、リズム。動きを作る場合には必然と時間が関わってきます。どういった時間配分で動きをつけるかはダンスと似ているかもしれませんね。タイミングによってどれくらいの空間を移動するのが適切なのかを考えていきましょう。3、緩急。動きには速くなるタイミングと遅くなるタイミングを使い分けることができます。つまり緩急、英語ではイーズということもあります。これはソフトのグラフを見てみると把握がしやすいのですが、あなたの好きな映像でどんな緩急が使われているかを見てみると感覚的にわかるようになるかもしれません。4、弾力と変形。動きがあればその物体には何らかの力が加わっていることになりますので、自然と変形したりすることがあります。硬いものを硬い地面に落としても変形はしないかもしれませんが、硬い地面に弾力のあるものを落とせば変形するかもしれません。また衝突によって破壊されたり、あまりの速度で形が歪むこともあります。5、動線。動き自体でそれが何かを示すことがあります。例えば同じ線の動きでもまっすぐ飛べばビームかもしれませんし、ギザギザに飛ぶことで雷のような印象を与えます。ボールも地面にふわっと投げるのか、それともホッケーのようにどこかにぶつけるのか、動きを線と捉えてみると分かりやすいかもしれませんね。6、予備動作。動きが始まる前に何らかの別の動きが発生することがあります。拡大する前に一度縮んでみたり、前に進む前に一度後ろに下がったり、準備やためを作ることでその後の動きに勢いが出ることになります。多くの場合はやろうとしている動きとは逆の動きを作るといい感じのためになることがありますね。7、表示。これは動きというよりもそもそも物体を表示するだけではなくて表示にすることで効果をもたらすものがあります。必ずしも全て表示するだけではなく、表示にして瞬間移動させてみたり、またチカチカとするデジタルっぽい表現にすることもできますね。表示のやり方としてもゆっくりと消していく、ディソルブなどを使ってもいいかもしれません。8、完成の法則。現実世界と同じようにコンピューターで再現する際にも完成の法則を考えてみるとよりリアルに見せることができます。動いているものは急に止まれなかったり、その動きを継続しようとする性質をそのまま使っていきます。この辺は物理的な動きなので、身の回りにあるものがどう動いているかを観察してみると何かヒントになるかもしれませんね。9、誇張、けれん味。アメリカのカートゥーンに多いですが、あえて誇張した動かし方をすることで面白おかしくしてみたり、また迫力を作ったりすることができます。これは今までお伝えしたやり方に対してちょっとオーバーに表現を加えてみるとできますので、バランスを見ていきながら調整していきましょう。こういったものをけれん味と呼びますが、そこにあなたの個性が出てくるかもしれませんね。10、光。光とはすなわち明るさや暗さ、色の変化などを表しています。人間の目は不思議なことに明るい色は軽く、暗い色は重く見える傾向があります。またテーマに合わせて色や光の強さを変えたり、組み合わせを変えることで表現が無限になりますので、ぜひとも取り入れてみてください。さあこんな感じで10個ほど選んでみましたが、もちろんこの他にも表現はたくさんあります。これらを一通り学んだ上でルールに縛られずにあなたなりの表現を見つけてみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。